分からん。何を書いてあるのかさっぱりだ。エフラム、放り出さないで。まだ最初のページだよ。この本はね、さまざまな王の道を説いた書で、簡単に説明した方がいい？助かる。本なんかよりお前に教えてもらうのが一番わかりやすいからな。もう、でも随分勉強熱心なんだね。何かあったの？槍の修行ばかりではエイリークにまた叱られるからな。父上がお嘆きになりますって。エイリークか、目に浮かぶよ。そういえばエイリークはお前のことは怒らないな。それはそうだよ、エイリークにとっては君の方が近しい相手なんだし。いや、お前の人柄だ。お前の穏やかさは人を引きつける。俺も含めてな。エフラム、やれやれ。俺もお前みたいに賢くて皆に好かれる人柄ならこんな苦労もないんだろうが。そう言ってくれるのは嬉しいけど、僕の憧れは君だよ、エフラム。僕も君みたいに強くて勇気があってかっこよかったんだら、俺たち二人一緒なら良い王になれるのかもな。敵は俺が倒す、知恵はお前が出してくれる。そんなこと言っても二人一緒の王なんて無理だよ。なぜだ？祭りごとのことはよくわからんが、俺たちは友で、俺たちの国は同盟国だ。敵対するはずがないんだから、それでいいと思うが。エフラム、国というのはそんな単純じゃないよ。いろんな複雑な事情があるし。でも、そうだね。君がそう言ってくれるのは嬉しいかな。もしも、この先の未来も、僕たち二人で一緒にいられたなら。